はい、皆さんこんばんは、プーレさんです。はい、今日はね、ちょっとしたね、奈落獄でのね、ちょっと小技です。はい、ちょっとね、回復アイテム少なくてね、辛いよーっていう人はね、ここでね、こうやって、はい、上納してください。するとね、はい、回復アイテム、この黎明弾増えますんでね、これちょっとした小技なんでね、はい、ぜひ使用してやってくださいでね。祝神消火符、これ使うとね、幸運と攻撃力ね、爆上げなんですけど、これね、毎回使ってそのまんま階層進んでしまいますと、愛用度がね、ゼロになってしまいますので、それをね、ゼロにしない方法っていうのが一応ありますので、ね、一応紹介します。はい、さっさとマガルナを倒したいんですけどね。はい。で、使用するギルドと、トムコンはね、紹介したばっかりの動画と変わってないんですけどね、やってることはですね、祝神消火符でね、火力が上がってるんで、ちょっとこう強いなって感じだけどね。はい、なんでこれ58回か7回かそんな感じです。で、これで終わったら、はい。でね、急いでアイテム拾ったら、はい、奈落獄から脱出してください。はい。これで祝神消火符使っても、はい、愛用度は999のままです。はい、これね、ちょっとした小技なのでね、奈落獄攻略にね、ぜひお使いください。はい、今回はね、黎明弾と祝神消火符のね、ちょっとした小技でした。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。